合同教会とは、キリスト教の二つ以上のプロテスタント教派の合同によって設立される教会。世界中に多様な成立経緯を持つ様々な形態のものが存在する。日本においては、第二次世界大戦時に制定された宗教団体法と当局の圧力により成立した日本キリスト教団がある。なお、東方教会の一部分派が、 ローマ教皇の権威を認めて、カトリック教会に組み入れられて、東方天礼カトリック教会が設立されることを、教会の合同と表現するなど、プロテスタント以外の教派の合同についても、教会の合同の表現をする事例はあるが、合同教会の思いを用いるのはプロテスタントでの、場合に、ほぼ限定される。日本における最大の合同教会は、日本キリスト教団である。 1939年成立、1940年施行された宗教団体法は宗教団体に対する国家統制を目的としていた。この法律による教団の認可基準として、教会数50、教会員数5000を必要とした。1940年7月31日旧政軍にスパイ容疑がかけられた事件が報じられると、教会合同に向けて白車がかかった。 1940年10月17日、青山学院大学校庭で、後期2600年宝祝全国、キリスト教神徒大会を開催して、我らは、全キリスト教会合同の完成をキスと宣言し、宮城洋杯、神社参拝を行った。1941年6月24日から6月25日に、日本キリスト教団創立総会が、 富士見町協会で開催された。1942年6月に起きたホーリネス協会弾圧事件を受け、11月、日本キリスト教団第1回総会で武政が解消され、完全に合同協会が成立した。第二次大戦直後の日本キリスト教団はカナダ合同協会や南インド合同協会と並んで外国から理想的協会と称賛されたが、 それから少なくない数の教会の離脱を見たものの、戦後も存続し、日本最大の合同教会として活動を継続している。国家の圧力により合同教会が創設された同様の例として三次愛国教会がある。ありがとうございます。